よさのあきこさく、金魚のおつかい。ひかるさんは、駿河台のゆうさんに遊びに来てほしいのですが、お迎えに行くおつかいがありません。弟のしげるさんと相談しますと、しげるさんは、兄ちゃん、金魚をおつかいにやりましょう。と言いました。そうしよう、そうしよう。僕の赤と、 しげるさんの白いのをやろう。と言うているところへ、太郎さんが来ました。太郎さん、僕の金魚の赤が白と二匹でお使いに行くのですよ。とひかるさんが言いますと、太郎さんも、それじゃあ僕のまだらも一緒にやりましょう。待っててちょうだい。呼んでくるから。と言うてお家へ帰りましたが、 しばらくするとちゃんとおこしらえができてまだらがきました赤ちゃんうれしいな電車に乗るんだってねそうだよけど危ないからみんなで気をつけて行こうねぼっちゃん行ってまいります行ってまいりますひかるさんは よくところを教えてやりまして、帰りにはステーションまでお迎えに行ってやるよ、と言いました。3匹の金魚は、甲武鉄道のお茶の水行きの電車に乗ろうと思うて、千駄ヶ谷のステーションまで参りました。赤は一番兄さんですから、札売り口へ参りまして、お茶の水の往復を3枚、と言いますと、駅譜が笑いまして、 あなたは金魚じゃありませんか。金魚には切符はいりません。と言いました。金魚は喜んで石の段々を上がって行きますと、新宿の方から電車が参りました。シロちゃん、マダラちゃん、怪我をしちゃいけませんよ。と言うて、電車は後ろから乗るものだと坊ちゃんに教えてもらってきましたから、 その通りりに三匹とも乗りました。駅舎が笛をピリピリッと吹こうとしましてピッと吹きかけますと「駅舎さん駅舎さんちょっと待ってください」車掌さん「車掌さん車掌さん駅長さん駅長さん」駅長さん「三匹が大声で呼び立てたものですから」 何事が起こったかと思うて、ステーションの人や電車の人が金魚のそばへ寄ってまいりました。どうしたのです、金魚さん。早く追いなさい、もう出るから。と言いますと、水を入れてください、水を入れてください。電車へ水を入れてください、早く入れてください。 駅府は驚きまして、そんなことはできません。電車の中へ水を入れると人の足が皆濡れるし、靴を脱いで上へ上がって窓から外を見てる坊ちゃん方の靴が水に浮くじゃありませんか。と言いました。それでも水がないと私たちは死ぬじゃありませんか。水を早くください。死ぬ。死ぬ。 駅夫は困っていましたが「それじゃあちょっとお待ちなさい駅長さんのお家で金だらいを借りてきてあげますから」と言うて走って行きましたしばらくすると駅夫は小さい金だらいに水をいっぱい入れて持ってきてくれました「これ入っていらっしゃい」。 3匹は大喜びですぐ飛び込みました信濃町のステーションから電車は学習院の下のトンネルへ入りました外が急に暗くなって電気灯がつきましたからもう夜分になったのかと思って白とマダラはグーグーと寝てしまいましたしばらくしてトンネルを出ましたのにまだ寝てますから。 赤はよその人に決まりが悪くて。白ちゃん、まだらちゃん、起きなさい、みっともないから。もう夜が明けたのちょっとネタばかしだ。ぼっちゃん、おはよう。おい君、ぼっちゃんはいらっしゃらないよ。ここは電車の中だよ。 そうか。電車に乗ってたのか。ちっとも知らなかった。さっきね、暗くなったろ。あの時は夜になったのじゃなかったのだよ。トンネルを知らないかいトンネルって坊ちゃんが積み木でこしらえるものだろ。あれじゃなくって、本当のトンネルは山があって、 汽車などの越えられないとき山の下を道にして行くところだよそれじゃあ四の山だね。あれは山じゃなくて学習院という大きな学校があるものだからその下をトンネルにしてあるのだと赤は親切に教えてやりました市ヶ谷見附の下へ電車がちょっと入りますと またトンネルだ。と言いましたが、すぐ出ましたから、小さいトンネルだね。あれは幼稚園の下だろう。と言いました。それからだんだんと行きまして、お茶の水につきましたから、金魚は駅府さんに、この金だらいを預かっておいてください。また帰りに乗って行きますから。 よろしい。乗り場の方へ持って行っておく。お頼みいたします。と、三匹はだんだんを上がって、つい近所のゆうさんのお家へ行きました。駄ヶ谷の光さんの家へ、明日お遊びにお越しください。いろいろおもちゃが西洋から来ましたから。と言いますと、 お利口な金魚さんですね。母さん、ご褒美をあげてください。ゆうさんの母様は、そうめんと焼き麩を紙に包んでくださいました。ありがとうと言うて、またお茶の水の方へ来ましたが、さっきは金だらいの中でしたからよく見えませんでしたが、今見るとお茶の水の皮が見えます。 赤ちゃんあれは海ですか木がたくさんあるから湖でしょうよあれは川ですよあんな大きなところで遊んだら面白いだろうねぼっちゃんに頼んで遠足にまたよこしてもらいましょうふおお弁当に持ってねあの人が 体を半分泥だらけにしているのは何でしょうあれは私たちが金魚屋のおじいさんとこにいた頃よくもらった棒振りを取ってるのですよ「それじゃあご馳走があるから遠足に来る時もお弁当がいらない」などと話しながらまた電車に乗りましたが今度はトンネルでも居眠らずに千駄ヶ谷へ着きました。 そこには、坊っちゃんが三人、金だらいを持ってお迎えに来ていてくださいました。